描く道がナビゲート Tutor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームミスポテトさん。くんちさん、こんばんは。英語が好きで外国語科に所属している高校2年生です。 Traveling Without Moving は母の影響を受け、毎週日曜日に一緒に聞いています。私は高2の夏にあるイギリス研修に行きたくて今の高校を選びましたが、コロナの影響で海外研修は全てなくなりました。コロナが落ち着いたら世界を旅してみたいと思っていますが、国内にいても外国語のスキルを上げるおすすめの勉強方法はありますか。リクエスト曲は、くんいちさんと親交があるとお聞きしたイギリスのアーティストハリー・スタイルズの曲をお願いします。ありがとうございます。なんだかとっても若い人の話題を口にした週末になったなという気がするんですけど、国内にいても外国語のスキルを上げる、ヒアリングの方が簡単だと思うんですよね。今だったら配信で見る映画とかにまず日本語字幕をつけてみたら、次は英語字幕をつけてみたりすると、言ってた単語がよく聞こえたり、意味が分かってるんで、最初に日本語で見てるんで結構勉強になるんじゃないのかなと思うんですけども、難しいのはこう喋る方ですよね。喋る場っていうのが確かに全然なくって、とにかく僕もなんですよね。仕事でメールとか友達とやり取りっていうのをテキストでするんで、それはいいんですけど、喋ってないんで前ほど、こうたまに、まあ、会議とかもあったりするんで、仕事のなんか、じゃあフェイスタイムでつないでやるぞって言った時に、パッとこう英語が口から出てこなかったりとか、ああやっぱり全然喋ってないからだな、あと口の周りの筋肉が違うっていうか、こう喋りづらかったりするんですよね、最初の何分かって。どっかに出かけるっていうわけもいかないですし、ネットで知り合う外人とかなんて、ミスポテトさんまだ16歳でどんな嫌なやつがいるかも分かんないですからね、まずいですね。どうしても喋りたかったら J-Wave 経由で僕とお話ししましょう。ではリクエストのハリー、そうですね、ハリーももう7年以上会ってないのか、たまにそれこそテレビ電話をしたりとか、折に触れて元気とか日本はどうっていうのをテキストで聞いてくるんで、日本はどうだよこうだよって、ハリーは今どこにいるのって言ったら、まあ去年とかはやっとイギリスに帰れて母親に会えたよっていうのが一回ありましたけどね。え、本当は12月ぐらいに日本にツアーをやるっていう話で、そしたらドリフの合唱団みたいなことでもしてやろうかなと思ってたんですけどね、後ろで白いローブ着てコーラスしてベレー帽をかぶってんのが僕たちみたいな、そんないたずらもなくなりました。早くハリーも会いたいですけどね。ということで、ハリー・スタイルズ、ファインラインをかけたいと思います。